これめっちゃ便利。なんでやってなかったんだ。いや便利じゃん。誰も教えてくれなかった。はい、どうも、アキトーントーンです。そして、ヤンバル先生です。佐藤先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キトントン。ということで、今回はお二人にニコニコ算っていうのをマスターしてもらおうっていうことで。ニコニコ算。はい、あの。ニコニコしながら解けるっていうやつなんですけど、はい、桁同士の掛け算。おぉ。27×35 とかを筆算なしでできるように。うわ。やる手を動かしながらニコニコしながらできるやり方なんですけど、例えば 21×41 はって言われた時に、はい、ちょっと計算出してみますか。はい、アキトントン。だから、そしてその答えは161です。あ、でもね、はい、やっぱ解いてる時結構顔怖かったんで、あ、ニコニコしてなかったですね。近いか。久々の筆算で。ニコニコ算、やり方まず説明します。2桁同士の掛け算なんで、まずこの2桁目同士をまず掛け算します。これ 2×4 ですね。はい、何も出ますか。8。8です。それをここにまず置きます。はい、で次1桁目同士の掛け算します。はい、1です。1ですね。で、ここ1個こう近くでちょっと当てといてで、こんな感じで、はい、で、ここで2個2個が出てきますね。こういうふうになんかこう、こうやってつなげると、なんかちょっとニコニコしてないですか。あ、はい、ニコニコしてます。で、このつなげた先を掛け算します。 2×1 して2と、1×4 で 4足したやつをここに入れます。はぁ、6。答えがさっき出したのと61同じになってますね。なるほど。これがニコニコ算のやり方なんですけど、これめっちゃ便利だな。はい、こんな感じで何問か言ってもらいたいんですけど、 43×21 いきましょう。21、はい、ニコニコ算でやってくださいね。はい。2個です。やり方、いきなりニコニコ693。あ、すごい、素晴らしい、めちゃくちゃ早いですね。これめっちゃ便利。なんでやってなかったんだ。いや便利じゃん。誰も教えてくれなかった。ニコニコ算はちょっと難しくなってくる時もあるんですよ。アキトントン。例えば 23×41 とかちょっと同じようにやっていくと、あー、なるほど、あ、もうなるほどですね。同じようにすると西が 8で、四角で 3×1 の 3ですね。で、2個2個したときに上は2で下が12ってことは14が入っちゃうんですよ。はいはい。で、8143ってやったら、これは間違いなんですよ。どうすると思いますか。1を上に。あ、そうです、さすがです。いや、完璧ですね。そうなんですよ、まあ、イコールでつなげたら数学の先生に怒られるんで、なんかね、やってほしいです。そうですね、1個上がったら振り上げるみたいな感じでできます。ここにこうだ、これで 99×99 まで全部できるってやつなんですけど、これすごいな。シンプルですごいな。すごいっすね。そういうのを7つまとめてます。あらー。高いでしょ。高いでしょ。いくらなんですか。1100円。リーズだよ。アキトントン。本当にニコニコ算はニコニコになるのか。せーのでいきますか。せーの、1029。正解です。素晴らしい。あ、このパターンね。繰り上げたら繰り上がるみたいな。そうです。ちょっとやってみましょう。いや、一緒にやったら、はい、同じように、4×2 して8。で、四角置いて、9×1 の 9で、2個2個きます。12個2個で、上が 4下が18。今度はここが22。そうですね、おっと、はい、そしたらこの2が上に行く。そしたら8+2なんで10で、残った2を書いてが答え。わー、なるほど。あ、確かにこのパターンもやっとかないと。そうですね。うん、め
ただ一応全部こういう風に最初のやつで、まあ、流れは一緒かなみたいなんで、うん、まとめて2個2個ですね。楽しいですよ、計算。いやこの本は実はちょっと見たことあったんですけど、なんかこんな役立つと思ってない。どうせ適当にインフルエンサー書いたと思って。いやちょっと思っちゃってました。失礼しました。これはそんなことなく、の中身で勝負するためにアキトントン本人ここいないんですよ。この似顔絵だけでちょっと抑えめにしました。あら、控えめじゃないですか。控えめっすね。ストーメンさんで僕ここに自分はいるんですけど、表紙にこいつおったらみんな可愛いんかな。今回は中身をしっかり出していきたい。いやでもこれ学校でやった方がいいな。学校の先生、学校の先生、これ小学校でやった方がいいっす。最後もうちょっと難しいのをやって五二五段終わらせていきたいと思います。これ売れますね。これ広がったら売れますね。わかりやすい。すごいな。いやマジでいいな。マジでいい。本当に学校でやったらいいのにって思った。本当にやったらいいのね。じゃあやっていきましょう。はい。解いてもらって最後一緒に解説して終わりたいと思います。最後間違ったらもう最悪ですね。うわうわ。六十。9×41。なかなかです。どうやってやるのか。一旦習った通り。一旦そうです。習った通りにやってください。一応その本ではこういう時のやり方も書いてから問題解いてるんで、みんなは多分ついていけると思うんですけど。せーの、2829。正解です。おお。ヒヤヒヤする。本当に思い出してほしいんで、見てる人は最初に戻ってやり方を思い出してほしいんですけど、本当にやること同じで、一番最初にやることは何だったっけなって言ったら、何でした？10の位同士の掛け算と、ね、1の位同士の掛け 算ですね。だから6、4、24で、なんか四角置いたかといって9、1が 9ですね。で、2個が生成してくるんですけど、2個、はい、笑ってますね。これがちょっと花っぽい。あ、そうね、それで2個2個だって言ってるんですけど、6×1 の6、4、36で2つを足したのを入れると42、はい、でここはまあさっきからやってたように、うん、4を上に入れてて2829っていうか、ね、答えが出るっていうことです。はい、どうでしょうか。いや、これは便利。便利。便利だ。いや、なんか初め、時間かかって暗算してたのが、バカみたいな。あれ、何かけてたの最初のヒッサー。まだ、俺、最初のヒッサー。あれ、簡単バージョンだよ。最初、これ。これが、21×41、一瞬でできる、ね、簡単なやつなのに。そうですね。ヒッサーやったから。すごいな。1行がすごいな。こういう感じに計算を少しでも楽しんでくれるかなっていうのを、いいっす、本を書いて少しでもみんな勉強を前向きになれるようにやっていきたいと思います。これはもう店頭にあ、なってなってます。はい、これ多分数学の先生こそ見てもいいね。先生たちも手に取ってほしいですね。どういう動画を上げてますか。まあ、学校あるあるを配信させていただいております。見てね。他にもショート動画を2人でコラボとして上げているので、皆さんまた見といてください。ぜひ見てください。ぜひ見てください。最後まで見てくれてありがとう。どん。いや、でもこれマジ便利ですね。これいいな。これが伝わればいいかなっていう感じで。そうですね。伝わるといいですね。僕も今サラミしちゃってたんで、あはい。これいいね。